あの質問があってさ、はい、編集してる時に俺気づいちゃったんだよね、うん、また嘘ついてることに。ないよ。ないない。いや、ダウンブローの動画撮った時に、うん、たまに色を加えたい時に、うん、打ち込みますみたいな話してたんだけど、うん、いや、普段からあなた V じゃんと思って。ああそうね、 V で普段から V よ。だから色加えなくたって V じゃんと。またそうやって嘘ついて教えてるから、それは疑問です。それ難しい説明なんだけど、難しいからちゃんと説明させてもらうね。そうだね。平井博明のワンナップゴルフ。俺ハーフトップ打つから、あ、練習場でね、うん、レベルに振ります、うんうん、そのレベルに振れたのをコースに持ってったら、うん、アッパーになるから。あ、そういうことなの。そう、結果的に、うん、前の動画で何かをしないと何もしないに ならないって言ったでしょ。それと一緒で、ダウンブローに V に打たないとレベルにならないっていうぐらいの感じなのね。へえ。そうだから、レベルに打つからダウンブローに打つのね。はい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 。だからコースでは浮くから。え、それはなんでなの。やっぱり上げたいとかボール拾いたいから。ビビりもあるよね。要はミスをしたくない、綺麗にヒットしたい、うんうん、そういうところからこうキュッてこう浮くんだよね、うん、それ分かってるから。あ、そうなんだ。だからこうやってダウンブローに打って、でちょうどレベルになりますよっていう。あ、そんなことがあったんだ、うん、これでも結構あるんじゃないかな。それ言ってくれたことないんだけど、初めて聞いた気がする。言わない言わない言わない。こういう、ね、自分で経験したものは言わないから。あまりね。自分で経験して、確信を得て、味を占めてるものは言わないから。うん、ああ。じゃあ今質問されちゃって、うん、聞かれたって感じなんだ。うん、うん。まあ、質問されたことに対して答えなかったら、ワンナップゴルフはダメかなと思うから、念のため答えたけども、うん、いや、編集室ってマジ思ったんだよね、それ。いや、両方ダウンブローに振ってる。だけど、コースではさ、うん、あの、ラウンド動画、トロ君撮ってもらった時に、うんうん、全部ハーフトップだった。そうなんだよね。そう、だから、結果的な動きは、レベルブローなわけよ。うんうんうん、だけど、レベルブローをやりに行った、平井博明のコースでのショットはアッパーになっちゃうから、うん、ダウンブロー気味に打って、結果的にレベルになってますよっていう、ショットが出来上がる。はい。こうなるからね。そうか。で、練習場でのハーフトップはレベルに振りに行ってる、ね、レベルに振りに行ってる。いや、それで同じようにハーフトップ打とうとしたらアッパーになっちゃう。力感が違うから、コースと練習場で。へー。コースの方が絶対力むから。そうなの。そう、力んだら瞬間的な動きが生まれるから、うん、左腰がクッて浮くのよ、うんうんうん、こうやって、うん、それでアッパーになるからね。変わっちゃうんだ、角度。でもそれあれだな、その調整してるっていうか、分かっててそういう風にやってんのか、勝手になってんのか、その辺がちょっと難しいね。ん？それ詳しく聞かせて。いや、あの、そうなるから、うん、そういう風に打ってるっていうか、自動的になっちゃうってこと？自動的アッパーになる、こうなるってこと？コースだと。コースだとなるよ。なりやすいんだよね。確率が高い、なる。なんないこともあんだ。心境によるから。プレッシャー度合いだったりとか。うん、そういうものによるから、うん、全部が全部じゃない。あ、じゃあレベルに振ろうとしたらアッパーになるから、対策をしてるっていう方が正しいかな。でもそれでよく調整できるね。思ったより V に入っちゃうとかっていうことは、だって動画でさ、うん、自分を知ってからゴルフを始めてくださいとか言ってるでしょ。だから自分を知ってるからそんなことはなんない。調整はうまく効くから。あ、それはでも調整できるんだ。じゃあそう、調整できないのは自分を知ってないから。そういうことか、うん、起きる時間を調整するぐらいよ。目覚ましの時間変えるぐらいの感じ。あ、なるほどね。あ、じゃあその V に打とうとしても、うん、コースだとレベルになっちゃう。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 のを分かってて、うん、調整しながら打ってるって、うん。調整しながら。そうだよね、うん、あの。そうなっちゃうから、その度合いが絶対にそのまんまだってことじゃないってことで、うん、それでもコントロールしてるってことだよね。うん、まあ、感覚のとこなんだろうけどね、もう感覚、感覚、うん。それどこで調整してるの？そのやっぱり手に感じるところで調整してるってこと？V 度合いってこと、うん、V の度合いを調整してるってこと。そうそうそう。どこでしちゃってるかっていう、うん。これだけ。こう向くか、こう向くか。これだけ。ここ。あのね、これ動画丸々一本できるんだけど、うん、こうやって構えるじゃない、うん、わざと右手のひらパーにするよ、うん。
こうやってあるじゃない、うん、これ押せる方向って一つの方向しか押せないじゃない、うん、そうだね、これってこっちしか押せない、前にしか押せない、そう、こうなってきたら、うん、どこに押せると思う、このその手のひらのこっちで、そうそう、垂直の、こうやって降りてきたらボールに押せると思う、押せない、押せない、開いちゃう、はい、これで動画一本できるからだからなんで押してくださいって言って押せないじゃん、うんうん、押せない方向があるってことじゃない、あ、そうだね、うん、でもこうやってたら、うん、全部握ってるから押せそうに感じるでしょ、感じる、でもさ圧ってかけられる方向って決まってるでしょ、そうだからダウンスイングで俺こうしろって言いつも腐るほど言ってるでしょ、言ってる、なんで押せないかとつながるんだよね、だからこう押したらボールの押せないでしょってことだよね、そうだ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 からこう浮くの、これもうこれ以上言わないよ、もうこれ動画一本できるから分かった、もうピンときてる人いるよね、うん、アッパーはね、うん、これ押せるよね、うん、押せる、押せる、これ押したらこっち行く、うん、押せる、それそれで V 度合いを変えてるから、例えば強烈 V にしたいんだったらこう来るから、うん、こうってそうか、そうか、なだらか、そうか、そういうことか、レベル、そうか、どっちかじゃないんだよね、その間があるんだよね、あ、全然ある、全然天候があるから、うんうん、そうそうそう、うんうん、そういうことね、それで調整をしてんだ、だ例えばそれでドローフェードだったらまた V 度合いが変わるからね、うん、あ、そうだね、ドローの方が同じレベルブローでも、うん、同じダウンブローでもドローとフェードで角度が変わるから、うんうんうん、そう、それもある、天に5が出てくるから、なるほどね、むずっ、めっちゃむずい話してた今、聞いてた、そうだね、質問されたからねどうやられても、そう、そういう、そういう感じ、え、じゃあもう一個質問なんだけど、うん、思ったよりレベルにならなかったとか、うん、思ったよりレベルになっちゃって、うん、みたいなこともそういうミスも出てくる、全然ある、そういうことだよね、全然ある、そうか、そうか、そうか、それを、うん、0点を出さないために何かをしてるかってなってくるから。そうか、そうか。それはあるんだね、じゃあ。あるあるある。だから全部その完璧な度合いで降りるわけじゃないじゃない、うんうんうん、タイミングがずれちゃったり、うんうん。思ってたよりも弱かったり、はい。思ってたよりも強く押しちゃったり、うんうん。そういうのが全部あるから。そういうことか。じゃあハーフトップもミスるときあるかもしれない。全然あるよ。思ったより。ジャストに入っちゃったとか、ね、思ったよりトップすぎちゃったとか、うんうんうん、全然ある。でもそれを見せないからね。あ、でもそれであれだ。怖かった。違う違う違う。それはやるけれども、わかった。だから、そうなったとて、うん、大怪我しないように押してんだよね。そうだよ。だから我慢してるから。そうだよね。そう。それがそのまんまだったら、そのままミスが出るから。あ、そっか。だから前言ってた、芯に多少当たらなくても、うん、押してるから、そう。なんとかなんだ。そう。だから、ここに当たっても、うん、ここに当たっても、ここに当たっても、変わらない準備をしてるから、うん。結果として多少は変わるんだけど、うん、多少で済むようにしてるから。滑り止めっていうか、そうそう、一番低い点数がある程度のところに、そう、高く。そう。そっか。それで解決しました。そういうことね。そうか。コースでは浮いちゃうんだ。浮いちゃう。だから、それを調整してんだ。うん。けど調整が効かなくてミスるときもあるよって、うん、そうよくわかります、そう。それを0点にしないための準備をしてますよっていう。うん、だから練習するのね。そう。極力そういうミスもね、打ちたくないから。だから相当な練習量をして、やりますよっていう、うん。それでもやっぱりコース行ったら、あ、違うなって思うんだ。思う。思うし、完璧な自分の思ってた角度で入れたとしても、うんうん、全然違かったりする。あ、そういうこともあんねやっぱり。そう、やり直し。あるんだ。あるある、全然ある。でもそれは取っといて、得たものだから。うん、違う、それが当てはまる場所があるかもしれない。あ、使えるところが。使えるところが。そのままゴルフやめることは一生出ないかもしれない。そんなのわかんないけど。え、じゃあそれをさ、覚えとくことなの？そうだよ。必ず引き出しにしまっとかなきゃいけないから。捨てることはないから。得たものはね。そうなんだ。こんぐらいのこういう感覚の時、こう、意外とこうだったなみたいなの覚えとくんだ。覚えとく。で、意外と一回覚えたものって忘れないから、体は。だから記憶の
問題なのよ。だからそれ引き出せる記憶、あ、そういうのあったなと思えばできるし、それが思えなかったら動きを知ってても体が分からない、うん、そうだよね。そう、でもほらそれはあれじゃないの、記憶力のいいバカだから覚えてられんじゃないの。そうなの、本当にそこだけは自分で良かったと思う。いや本当に記憶力いいよね、めっちゃいいね、うん、あれ勉強は、勉強は記憶力じゃないってことが分かった暗記じゃねえと思った。違う違う、向かう気持ちの問題だと思うよ。それを伝わらなかっただけじゃん、そっちに。それをさ、そういう風に習ってないから。ゴルフができれば、うん、勉強しなくていいんだぞって言って育ったから。あ、そっち習っちゃった。あの、やんなくていい方に頑張ってたから。そっか、その脳みその使い方ならなかったのか。ならなかった。そうやって脳みそ使えてならなかった。それが全部ゴルフに持ってかれちゃったから、容量。どっちかだね。どっちかだね。どっちかだね。だから、すごいね、スイングパスっていうのは、うん、一瞬のことで見えないじゃない？見えない見えない。だから、度合いを感じなきゃいけない、まず。そうだね。うん、で、カメラで見て、照らし合わせる、うん。で、本当にそれが、ダウンブロー何度なのかとか、うん、まあ今の機械だったらそういうのが、ダイモンドとかでも出るじゃない？スイング、こうアタックアングルがいくつとか、ああいうものを、なんか自分で、この感覚はこれぐらいの度数なんだとか、そういうのが出てくるというか。やっぱその感覚と、実際のその自分の動き、どうなってたかっていうのを一致させる必要はあんだ。もちろん。あるあるある。でも昔はなかったじゃん、多分平木の子供の頃は。けどよくできたね。今はね、簡単に撮れるけど、うん、自分のでも感覚がループしてる以外は、うん、ほぼ自分の感覚と一致してたのね。ループだけはあんなループ書いてるとは思わなかったけど。やってたよね。そう。初めて見た時になんだこれと思ったでしょ。そう。ただ、押してる感覚、うん、距離感は、うん、俺、本当に自信満々だったの。俺だから家で、うん、たまに家で撮るさ、うん、あの大きい部屋あるじゃん、あるある、あそこの端から端にピンポン玉、うん、アプローチでヤーデージ測って、うん、10ヤード15ヤード、うん、で目つぶって構えて、うん、目つぶってこうやって打って15ヤードつって何回バケツに入ったか、うん、目つぶって目つぶって15ヤード打ってみろ、10ヤード打ってみろって言って、親に言われて、うん、バケツにピンポン玉を入れるわけよ。5ヤード、10ヤード、15ヤードって、うん。目つぶって、ポン、ポン、ポンって3球連続入ったこと全然あるから。だから感覚は鋭かったのよ。そうだね。うん。すげえ。なんか感覚を覚えてんのよ。記憶してるの、体で。あれか、一回自転車乗れるようになったらずっと乗れるのと一緒で、頭で覚えてないもんね、あれね。そうかもしれない。考えてないもんね。体で覚えたことってませんだ。なんかバランスだったりさ、なんかそう感覚で覚えてるじゃん。結構意外と私生活って多いよね、そういうの。多分多いと思うよ。ね、うん。でも本当に、なんか、感覚考えなくて、うん、だから、歯磨き粉のチューブもさ、うん、これぐらいの感覚で押せばさ、これぐらい出るっていう、うん、それも感覚じゃない。考えてないじゃん、なの。それに近いのよ。俺の今のゴルフって。やってくると。だから難しいものではなくなるっていう。当たり前にやるんです。当たり前にやる。できてくればね。ただそれまでに相当時間はかかるし、うん、すぐできるものもあるけども、うん、数は必要ですよ。普段やらないから、うん、でも歯磨き粉とか毎日やるじゃない。やる回数によっても覚えるまでの時間は変わるけど、うん、覚えたらもう忘れない、うん、だから覚えるまで早くやっちゃった方がいい、いっぱい。でもそれはあれか、やっぱプロだったから、うん、その練習場とコースの、うん、その行き来っていうのがめちゃくちゃ多かったわけじゃん、うん、練習場だとこうコースだとこうっていうのをより感じてんだよね、だからね、うんうん、その違いとかさ、うん、そうだね、うん、それは全部覚えてんだ。でこうだったっていうのを思って持ち帰って練習してみたいなのの繰り返しなんだ、うん、それで身についてんだね。そうだね。だからその回数が少ないと、うん、やっぱり自分で取得できるまでの時間はかかるし、取得できないかもしれない、うん、それはすごくあると。も本当に体と脳に記憶させることはすごく大事だから、うん、だからもしかしたら思ったより V 字に振ってたり、思ったよりレベルに振ってたりで、うん、自分とのギャップはあるかもしれないけど、うん、ただそれが
間違ってたとしてもずれてたとしても自分の思い通りにいってナイスが出るんだったら、うん、その記憶でいいわけよ。あ、うん、映像の記憶じゃなくてね、うん、あ、感覚の記憶、感覚の記憶、そう、だからこの感覚になったらこのショットが出るっていうダウンスイングの感じ方をしてるからね、うん、だからこの向きだっていう、うん、あ、感じ方、圧の、それがすごく大事っていう。嫌な質問もらった本当に。そう、ダウンブローとか、うん、V とか、うん、全部 V なのよ、うんうん、だけど答えがあってから V があるという、うん、レベルブローに打ちたい V があって、うん、本当に V に打ちたい V があって、ダウンブローに打ちたい V があって、そう、そういうことか、いろいろありますよっていう。クラブの長さによっても変わるからね。あ、そうか、そうか、そう、ウエッジぐらい短かったら V にしたら V だから。でもドライバー V にしたってちょっとダウンブローにしか触れないから、長いからね。そう、もうこれ以上だ。そういうことです。細かい調整とか具合があるよってことあります。それで全部納得しました。ありがとうございます。僕はいつも思うんです、一人納得してくれればそれでいいんです。ありがとうございます。えぐい質問してくるけど、そうだろう、グイグイ来るから。そう、なんで今回はですね、自分の感覚、その V に振るっていうのは、まあ、全部 V に振ってるんですけど、その自分の感じる感覚だったりクラブによっても度合いが変わりますよっていうことをですね、撮ってきました。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンのよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。オンラインサロンに入会していただきますと、特別なですねミーティングですとか、レッスン先行予約、あとオンラインサロンではですね、ちょっと YouTube では言えない内容の動画とかですね、ちょっと秘密なこととかですね、特別なショットですねをオンラインサロンの方で紹介しております。ぜひ気になる方はご入会よろしくお願いいたします。